はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は算数平面図形第69回、相似の10回目ですね。これね、相似と面積と比ね、相似と面積比ですね。このさくららチャンネルは、この私、滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。相似と面積比です。縦40センチ、横60センチの長方形があります。三角形 AEG の面積はほにゃ平方センチメートル、三角形 FCH の面積はほにゃ平方センチメートルです。さあ、縦が40センチ、横が60センチの長方形があると。で、AE が20センチ、CF が20センチ。この時、三角形 AEG の面積を求めますね。で、FCH の面積。これはどんなふうにやればいいかというと、まず最初にね、AEG を一発で求めることはできないんだと。まず三角形 AED は出せるわけです。 AED っていうのは 20×60 割る2。600平方センチメートル。で、この600平方センチメートルがあって、今度 AEG と、ね、CDG がこれ相似であることを利用するんですね。三角形 AEG と三角形 CDG は相似なので、相似比は20対40の1対2です。1対2です。そうするとね、 AED を1対2に分けたうちの1の方ですから、 AEG 対 AGD の面積は1対2になりますから、600平方センチメートルを1対2で分けた方の1です。だから600かける3分の1、200だから、これ200平方センチメートル。さあ、同じように今度 FCH やってみます。さあ、 DFC は出せます。三角形 DFC をまず出します。20かける40割る2、400平方センチメートル。さあ、これ400平方センチメートル。今度、相似を探します。ADH と CFH、相似です。三角形 ADH と三角形 CFH は相似なんです。そうすると、相似比60対20です。つまり3対1の相似比。3対1だから、 DH 対 HE も3対1です。相当 DFC を3対1に分けたところに HC がありますから、面積比も3対1です。そうだとすると、400平方センチメートルを3対1に分けたうちの1ですから、400×4 分の1ですね、100だから、 FCH の面積が100平方センチメートルなんです。じゃあ、四角の2番、全く同じものです。縦40センチ、横60センチの長方形があります。斜線の部分の面積を求めます。縦40センチです、横60センチです。この時に、ね、AEG、これ全く一緒、20センチ20センチ、上と一番と全く一緒です。そうするとね、
ABC の面積は 60×40÷2 です。1200です。1200平方センチ、ね、さあこれ1200ですよ。で AEG は AED の3分の1でしたね。だからこれ利用するんです。200です。 FCH は DFC の、ね、3対1、ね、4分の1でしたね。これ100を利用するんです。こうやって1個ずつ外堀を埋めてって引くってやり方します。一発で出すことはちょっと難しいですこれ、ね、ここからこれが200だ、これが100だ、だから1200引く、かっこ200足す100は900、900平方センチメートルってことになるわけです、ね、さあじゃあその次3番、平行四辺形 ABCD で E は AD の真ん中の点です。 AC とBE の交点を F とすると、三角形 FAE の面積は全体の面積のホニャに当たります。さあ今度分数で表しなさいということなんですとね、 AE と ED が長さ等しいですから、ね、そうするとねこういうふうにやっていくとちょっとね大きさが違いますけど、 ABE三角形 ABE は全体の4分の1ですよね。こうやって切ると全体 ABCD の4分の1になるわけです。ここね。でそしてさらに今度 AFE と CBF は相似ですから、 AFE と CBF は相似ですから相似比1対2ですね、これね。相似比1対2です。ってことは EF 対 FB も1対2です。ここが1対2と分かれば三角形 ABF を1対2に分けるとうちの2の方ですから。これ全体 ABE の3分の1ですよね。三角形 AFE は三角形 ABE の3分の1です、ね、2対1に分けた時は1ですから、そうだとすると平行四辺形全体の4分の1が ABE で、その ABE の3分の1が AFE ですから、三角形 AFE というのは全体の4分の1かける3分の1ということになります。と全体の12分の1ってことになりますから、これ12分の1になるんです、ね、じゃあラスト四角4番、平行四辺形 ABCD で E は AD の真ん中の点です。四角形 EFCD の面積は全体の方にあるんです。さあこれは四角の3番と全く同じ条件です。この時に今こっち出しました、さっきね、今度こっち出しなさい。これ簡単です、ね、これは全体の2分の1ですよね。で今度これはさっき12分の1ってやりました。 ACD が2分の1でここが AFE が12分の1ですから、この FEDC は2分の1引く12分の1で終わりです。12分の6引く12分の1は12分の5、全体の12分の5ってことになるわけです、ね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。